10.27 ディープ大田区総合体育館大会はタイトルに絡む試合がずらりとラインアップ。ライト級タイトルマッチにはすでにディープでは絶対王者と化している真剣勝負のプロレスラー北岡悟が登場。その相手となるのは高校時代レスリングで五冠王に輝き MMA 転向後も7戦負けなしのゴールデンルーキー武田浩二。幾多の猛者たちを退け MMA 界の天国も地獄も知り尽くした王者、その強さを見せつけるのか、それともその圧倒的なレスリング力を武器に無敗の挑戦者がディープの頂点を極めるのか。新旧実力者対決、珠玉のライト級タイトルマッチ、その全てに刮目せよ。そしてバンタム級ではUFC へとステップアップを果たしたソン・ジンスが返上したベルトをめぐり新たな戦いが勃発。ディープ史上最高傑作と言われ、プロデビューからわずか1年でフライ級王者となった元谷勇気と、キャリア13年未だタイトルとは無縁なれど常に最前線で体を張り続ける哀愁戦士金谷誠。どんな局面からでも一本 KO を狙い続け、現在進行形でその強さを増してきている元谷、フライ級に続きバンタム級でも王者となるのか。それとも長年のキャリアの集大成としてこのビッグマッチに全てをかける金谷が必殺のギロチンチョークを炸裂させるのか。お互いの歩んできた道のり、その歴史が後ろに見え隠れするバンタム級新王者決定戦、最後まで諦めない者が勝利をつかむ。そしてさらにフェザー級では因縁の戦いが決定。ヘラクレス宮田和幸の一番弟子にして現在ディープ王座を保持する芦田隆弘と、変幻自在の打撃と寝技で相手を翻弄する MMA ピエロ挑戦者ヤマスドミネーターサトシ。この両雄今年の6月にノンタイトル戦で激突。その時は大多数の下馬評を覆しヤマスが打撃で圧倒、最後はアームロックでタップアウトを奪い完勝を果たしてみせる。今回はダイレクトリマッチでのベルトをかけた再戦、負けられない思いも共に同じ。因縁の戦いはどんな結末を迎えるのか。片時も目が離せない一戦になるのはもう間違いない。さらになんとメガトン級次期王者挑戦者決定戦も同大会ではラインアップ。そこに名乗りを上げたのは電撃復活を宣言した元祖ミスターメガトンセイゴ。そして今現在ディープメガトン級エースとして活躍する酒井亮。一度引退したとはいえその一発の破壊力と袈裟固めの強さには定評のあるセイゴ。しかし酒井としてはずっと重量級を引っ張ってきたものの意地として絶対に負けは許されない。壮絶な死闘の果てにロッキー・マルティネスの持つ王座へたどり着くのは果たしてどちらか。この試合まばたき厳禁。二
再び成り上がるため、そして喜びの勝ち名乗りを受けるため、生き残れ、自らの力で栄光をつかむために。10.27 カーエイドプレゼンツ、ディープ86インパクト、大田区総合体育館大会。ディープの新しい物語はこれから始まる。